じゃあ理科、じゃあ行こうか。理科ちょっと行こうか。理科いくつだっけ今年？22です。22でしょ。もう立派な大人ですから。楽屋挨拶はしたことあるでしょ？楽屋挨拶はしたことあるでしょ？一人ではない。一人ではないか。じゃあこれでも一人で、まあ大人ならまあパッとこうね。渡辺理香、人生初の一人楽屋挨拶です。再放送見てるみたいな、ずっとあそこにいますね。本当だね。はい。遅い。失礼します。はい、欅坂46の渡辺理香です。あ、どうも、のぶしこぶしの徳井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しこまった。あ、笑っちゃって、徳井さん見て笑っちゃってるから。テレビで見るよりかっこいいですね。あ、本当ですか。テレビで見るよりかっこいい。出てました僕。何か出てました。やばい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 、やばい、いいのにできた。あのネタの番組。ネタの番組出ないよ。出てないだろ。のぶしこぶしはネタですか。のぶしこぶしは出ないのよ、ネタの番組。笑い番組。帰る。結構前かもしれないですね。そしたらね。へえ。走って出ちゃえ。やばい。地獄の時間じゃん、こんなの。この子なんで出ていかないんだろうと思って。徳井さんのこんな顔見ないよ、あんまり。ポリポリ。あれあれ、この子いつまで。どうしよう、どうしようって言っちゃってる。やばいやばい。徳井にこんな顔させるやついないよ。そうですね、そうですね。困ってるな、徳井さん。全然帰らない。ずっといるな。帰ってちゃう。失礼します。はい、頑張ってください。ありがとうございました。得意の顔が見たい。こうなるよね。やっぱダメージ大きいよね。そうですね。今まですぐ携帯いじったのに。確かに。もうスマホ一切いじらないじゃん。なんか俺が悪いのかなみたいな。